週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第155回目スタートいたします。案内役は映画ネタビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は3月15日金曜日、そして3月16日土曜日、合わせて10作品ほど紹介します。まず最初に紹介するのは3月15日金曜日公開、 C2 のダブル表紙にもなっております、キャプテンマーベル。キャプテンマーベルから紹介します。最初に紹介するのはキャプテンマーベル。この作品は世界興行収入ナンバーワンシリーズのマーベルスタジオ最新作です。マーベル初の女性ヒーロー単独主役であり、アイアンマンに続いて今後のマーベルヒーローの中心を担うキャラクターです。本作の主人公は過去の記憶を失ったミステリアスなヒーロー、キャプテンマーベル。演じるのは2015年ルームでアカデミー賞主演女優賞を獲得したフリー・ラーソン。彼女の記憶に仕掛けられた秘密が恐るべき戦いの引き金となり、衝撃の事実をめぐるサスペンスフルアクションが展開していきます。キャプテンマーベル、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは君は月夜に光り輝く。この作品は第23回電撃小説大賞角川にて選考委員から圧倒的な支持を受け大賞を受賞した佐野哲也のデビュー作、君は月夜に光り輝く。君の膵臓を食べたい、世界の中心で愛を叫ぶと並ぶ純愛感動ストーリーです。不治の病を患ったヒロイン真水に朝ドラ半分仰いで、その演技力が高く評価された永野芽郁、同級生拓也役には君の膵臓を食べたいでアカデミー賞新人俳優賞を受賞した北村匠海、フレッシュな今旬俳優と実力派キャストが集結しました。君は月夜に光り輝く、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは映画のおそ松さん。この作品は赤塚不二夫の名作ギャグ漫画おそ松くんを原作とし、2度にわたって制作放送されたテレビアニメおそ松さん。劇場版では高校生時代のムツゴたちも登場し、おそ松くんとおそ松さんをつなぐストーリーが描かれてきます。映画のおそ松さん、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは映画島次郎、島次郎とウルルのヒーローランド。この作品はベネッセコーポレーションの通信教育教材子どもチャレンジの人気キャラクター島次郎が活躍する劇場版シリーズ第7作となります。憧れのヒーローやヒロインに会える世界ヒーローランドを舞台に、島次郎が大冒険を繰り広げます。映画島次郎、島次郎とウルルのヒーローランド、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは2人の女王メアリーとエリザベス。この作品はメアリー・スチュアート、そしてエリザベス1世という16世紀の英国を生きた2人の女王を描いた激しくも華麗な歴史ドラマです。レディーバードのシアーシャ・ローナンがメアリー役を、アイトーニア史上最大のスキャンダルのマーゴット・ロビーがエリザベス役を演じています。2人の女王メアリーとエリザベス、3月15日金曜日より伏見ミリオン座東方シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはグリザイアファントムトリガーザアニメーション。この作品は人気 PC ゲームブランドフロントウィングが送るグリザイアシリーズの最新作です。グリザイアの新たな物語が圧巻の映像とサウンドを武器に劇場版クオリティで描かれ、血と荘園に彩られたヒロインたちがスクリーンで躍動します。グリザイアファントムトリガーザアニメーション、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはマクコ。この作品は直木賞作家西加奈子の同名小説を映画化したものです。小さな温泉街に住む小学5年生の男の子サトシが、不思議な魅力を持つ美少女転入生の梢との出会いをきっかけに、ほんの少しだけ大人へと近づいていく再生と感動の物語です。マクコ、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。
続いて紹介するのは B の戦場。この作品は湯田四季の同名シリーズ小説をお笑いコンビガンバレルーヤよしこの初主演で映画化したラブコメディです。誰もが認める絶世のブス、その運命の相手は自称意識の高い B 戦場師、三角関係が織りなすブスで可愛いウェディングプランナーの恋の物語です。 B の戦場、3月15日金曜日より109シネマズ名古屋ほかで公開です。続いて紹介するのはサンセット。この作品は長編デビュー作、サウルの息子がカンヌ国際映画祭グランプリのほかアカデミー賞やゴールデングローブ賞の外国語映画賞も受賞したネメシュ・ラースローの長編第2作です。一人の若い女性が見つめた第一次世界大戦前夜のブダペストの繁栄と闇を描いていきます。サンセット、3月15日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは映画プリキュアミラクルユニバース。この作品は2018年の15周年アニバーサリーイヤーを経て、2019年はプリキュアが新たなステージへと踏み出します。なんと宇宙が舞台に、星座をモチーフに無限に広がるキラキラな世界で活躍する新しいプリキュアの姿を見てください。映画プリキュアミラクルユニバース、3月16日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはマイブックショップ。この作品はイギリスの文学賞ブッカー賞受賞作家ペネロペ・フィッツジェラルドの原作を死ぬまでにしたい10のことのイザベル・コイシェ監督が映画化したものです。1959年イギリス東部の海辺の小さな町、書店が一軒もなかったこの町に周囲の反対に遭いながらも読書の楽しみを広めたいという願いを胸に、今は亡き夫との夢だった書店を開店した一人の女性の物語です。マイブックショップ、3月16日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは立ち上がる女。この作品は長編デビュー作、うまうまと人間たちで注目を集めたアイスランドのベネディクト・エルリングソンが監督脚本を手掛けた本年度アカデミー賞アイスランド代表作品です。合唱団講師と環境活動家という2つの顔を持つ女性が養子を迎え入れることを決意したことから巻き起こる騒動を、とぼけたユーモアと人生の苦み、そして音楽と自然に彩られた強さと優しさを交えつつ描いたヒューマンドラマです。立ち上がる女、3月16日土曜よりメインショー劇場にて公開です。続いて紹介するのは雪国。この作品はスタンダードカクテルとして広く親しまれる雪国を生み出し、大正から昭和、平成を生きてきた日本最高齢の現役バーテンダー井山圭一さんの反省を描くドキュメンタリー映画です。誕生から60年を迎えるカクテル雪国の誕生日は、時代を超えて愛されるカクテル、そのグラス越しに映る井山さんの反省、撮影中に最愛の妻を亡くし別れを機に家族との絆を取り戻していく姿、激動の時代を経ても古びない美しさ、愛おしさをめぐる珠玉の物語です。雪国、3月16日土曜よりメインショー劇場にて公開です。続いて紹介するのはヨーゼフ・ボイスは挑発する。この作品は没後30年を経て未だその存在感に衰えを見せない現代美術家ヨーゼフ・ボイス。第二次世界大戦後のドイツで社会を彫刻することを掲げて活動した芸術家ヨーゼフ・ボイスの人生を追った感動的なドキュメンタリー映画です。ヨーゼフ・ボイスは挑発する、3月16日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはあなたは私じゃない。この作品は従来の劇映画の作り方から少しずつ離れ、今や映画未開の地をただ一人で進むチリケイ監督。眠り姫で知られるチリケイ監督がこれまでにも映画という音楽、サロメの娘といった作品を送り出してきた音、サウンドトラックから映画制作をするという実験的プロジェクト、音楽から作る映画で生み出した一作です。あなたは私じゃない、3月16日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは奇跡の小学校の物語。この作品は廃校を宣告された宇都宮市立城山西小学校が地域住民や行政と一体となって再生し、児童数を増やして廃校の危機を乗り越えたという実例を追ったドキュメンタリー映画です。
ナレーションをミュージシャンのダイヤモンドユカイが担当してます。奇跡の小学校の物語、3月16日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはプリンスオブレジェンド。この作品はハイ&ローシリーズの制作陣が再び結集した新プロジェクト、プリンスオブレジェンド。個性豊かな王子たちが伝説の王子を決めるために集結し、3代目伝説の王子の座をめぐりプリンスバトルを繰り広げます。プリンスオブレジェンド、3月21日木曜祝日、ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは LDK 一つ屋根の下、月が2つ。この作品は2014年に剛力彩芽と山崎賢人で実写映画化され、壁ドンブームに火をつけた渡辺あゆの人気漫画が今度は上白石萌音、杉野遥亮、横浜流星で映画化されました。パワーアップした壁ドンが炸裂するトライアングルラブストーリーです。 LDK 一つ屋根の下、月が2つ、3月21日木曜祝日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました、アベンジャーズエンドゲームに続く中継ぎ作品としてキャプテンマーベルおすすめです。春も近づいてまいりました。皆さん映画館で映画寝してみてください。それではさようなら。